ふわあ。なんだ、眠そうだな。昨日信長の野望をやってたら、つい夜更かしをしちゃって。ああ、あの手のゲームは一度ハマるとやめときが難しいからな。それで、どのシナリオの何家でやったんだ？川越野戦の北条家だよ。何？川越よ戦とな。何？その反応？何を隠そう、私は関東戦国史のファンなんだぜ。ええ、そうなの？関東の戦国はロマンの宝庫だぜ。じゃあ、聞きたいことがあるんだけど。川越野戦って、北条氏と山の内上杉氏扇ヶ谷津上杉氏小学坊の連合軍との戦いよね。大まかに言えば、そうだな。上杉氏とか小学坊とか北条氏とかの関係がわからないんだけど、特に上杉氏なんて二つに分裂しているし。なるほど。と、その前に上杉氏は山坊地と扇ヶ谷津の二家に分裂したわけじゃないぜ。え、そうなの？もともと上杉氏はめちゃくちゃ分家が多い一族なんだ。山内、扇ヶ谷津以外で主なものは、犬掛、たくま、深谷、越後、八条、四条、榎本などなど。上杉は一人いたら30は分家があると思った方がいいんだね。そんなゴキブリみたいな扱いはかわいそうだぜ。上杉氏はもともと藤原氏の流れを汲む公家だったんだからな。え、じゃあなんで京都のお公家さんがどうして関東で北条氏と争っていたの？それについてはとても長く複雑な事情があるんだ。まずは、1252年鎌倉幕府が皇族の宗隆親王を将軍に迎えたことから始まる。鎌倉幕府の将軍って源氏じゃなかったっけ？源氏は三代実朝で耐えたから、その後は摂関家や皇族から将軍を迎えていたんだ。そして、この宗隆親王に付き添って鎌倉に下ってきたのが上杉重房、関東上杉氏の祖にあたる人物だ。もともと親王の付き添いで来たお公家さんだったんだ。その後いろいろあって宗隆親王は京都に送り返されてしまう。重房は鎌倉に残って鎌倉幕府に仕えて武士になったんだ。その後、重房の一族は幕府でも有力な御家人と関係を結ぶんだ。有力な御家人って言っても、どうせ三浦氏とか和田氏みたいにすぐに滅ぶようなところでしょ。関係を結んだ御家人というのは足利氏だぜ。え、足利氏ってあの幕府を開いた？そう。その足利氏だぜ。想定外のビッグネームが来たわね。足利尊氏は重房の孫娘の息子にあたるんだぜ。尊氏から見たらひいじいちゃんなんだね。その縁もあって室町時代になると上杉氏は関東管領を歴任し、関東で絶大な権力を手にするようになるんだぜ。そもそも関東管領ってよくわからないんだけど。室町幕府は東国統治のために鎌倉府という機関を置いたんだ。鎌倉府のトップが鎌倉公方、そして鎌倉公方を補佐するのが関東管領だ。鎌倉府とか鎌倉公方とか、ごちゃごちゃしていてわかりにくいわね。どうしてこんなことになったの？じゃあ、鎌倉府成立の歴史をざっくりと説明するぜ。カモン。尊氏と忠義の足利兄弟は、失われた鎌倉幕府を連成しようとした。でも、それは禁忌に触れる行為だったんだぜ。その結果、兄はまあ失うものはあまりなかったんだが、弟は命を失った。だけど、連成できたのは鎌倉幕府じゃなくて室町幕府だったんだぜ。返せよ、たった一つの鎌倉なんだよ。そこで兄は自分の息子を犠牲にして鎌倉の魂を連成したんだ。これが鎌倉府成立の歴史だぜ。いや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 。え、本気で？残念ながら、本気だぜ。大丈夫なの？大体の歴史本にはそんな感じのことが書かれているから問題ないぜ。結局今の鋼なエピソードと上杉氏がどう関係するの？え、これだけ説明してもわからないのかよ。どれだけバカなんだよお前。これ私が責められる流れなの？ものすごく理不尽なものを感じるんだけど。つまり、この鎧が鎌倉府で、魂が鎌倉公方、魂と鎧を結びつける地の錬成陣が関東管領上杉氏なんだぜ。なるほど、わからない。建武新政の時、関東を統治するために鎌倉将軍府という機関が置かれたんだ。これが鎌倉府の前身と言われているぜ。そして、この鎌倉将軍府にいたのが足利忠義、尊氏の弟だ。忠義は鎌倉幕府のような武家政権の樹立を強く志していたと言われている。ある日、忠義は尊氏にこう進言するんだ。古代を潰そうぜ。やる気のある弟ね。兄の尊氏と協力して建武新政体制を打倒しようとしたんだぜ。それに対してお兄ちゃんはなんて返したの？明日から本気出す。現代人の鏡のようなお兄ちゃんだね。まあ、尊氏は俺五代ごと喧嘩すんの面倒いから勝手にやってよという感じだったんだが、なんやかんやで尊氏が征夷大将軍に就任、室町幕府が成立する。しかし、室町幕府は尊氏忠義が権力を分割する不安定な支配体制だったんだ。分割ってどんな感じに分けていたの？尊氏は主に恩賞を与える権限や守護を任命する権限を持っていた。
いかにも、武士の頭領っていう感じだね。一方、忠義はそれ以外の全部の権限を持っていた。分割ってレベルじゃないわね。1349年、高氏は息子の元氏を鎌倉公方として関東に派遣する。これが一般的に鎌倉府成立のタイミングとされているぜ。1350年、高氏側近と忠義の関係悪化から官能の上乱に発展、最終的には忠義は鎌倉に入り高氏軍と戦うが敗北、そして忠義は死ぬ。こうして、弟の命が失われたのね。その後、東国で南朝型の活動が活発になると、高氏自身が関東に残り、支配体制を整えたんだ。こうして、鎌倉府の枠組みが完成し、元氏がそれを引き継いだんだ。そして、ようやく上杉氏の出番だ。主役は遅れてやってくる。上杉氏の主なメンバーは関王の上乱で忠義に味方したせいで処罰を受けていたんだ。だから、初期鎌倉府では、上杉氏以外の家の人物が関東執事、後の関東管領に就任している。高氏の死後、元氏は上杉氏を関東管領に置き、その後関東管領は上杉氏が世襲するようになるんだぜ。自分の父親に歯向かった人たちを重要な役職につけちゃったの？元氏が忠義を尊敬していたからという話もあるが、やっぱり東国における忠義派の影響力が大きかったんじゃないかと思う。関東を統治するには上杉氏の力が必要だったんだね。そうして、鎌倉公方足利氏関東管領上杉氏による東国支配体制が整った。そして、関東管領上杉氏には鎌倉公方を補佐すること以外にもう一つ重要な役割があった。それが、鎌倉公方の監視だ。え、関東管領って鎌倉公方の部下だよね？部下が上司を監視するってどういうこと？鎌倉公方は関東の武家の頭領という強い権力を持っていた。これが室町幕府に反落ないように、幕府と鎌倉府の関係を取り持つ必要があった。上杉氏はさっき話したように足利氏から見たら親戚にあたる家だからな。将軍足利氏と鎌倉公方足利氏の間を取り持つにはちょうど良かったんだ。高氏には反落したけど、細かいことは気にすんな。とにかく、鎌倉府という組織に鎌倉公方が定着し続けるには上杉氏の力が必要不可欠だったんだぜ。そして、後に関東管領を代々引き継ぐようになるのが山内上杉氏なんだ。なんとなく飲み込めた。しかし、魂こと鎌倉公方が鎌倉府からフライアウェイしてしまう事件が起きる。それが1438年の影響の乱だ。第4代鎌倉公方足利持氏が山内上杉氏と対立し挙兵、幕府軍に討伐される。血の刻印が破壊されたわけね。その後、鎌倉府は復興するものの、1455年、第5代鎌倉公方足利重氏が山内上杉氏と全面抗争、行徳の乱が発生する。行徳の乱によって鎌倉府は完全に崩壊。重氏は古賀に移り古賀公方を打ち立てる。古賀公方は川越野戦にも出てくるね。あと、出ていないのは扇ヶ谷津上杉氏と北条氏ね。これらの1400年代の戦乱で力をつけて成長したのが扇ヶ谷津上杉氏なんだ。そして1487年、成長著しい扇ヶ谷津上杉氏と山内上杉氏との間で抗争が勃発。以後20年近く続くこの戦いは長教の乱という。随分長いこと戦っていたのね。それだけ、関東がしっちゃかめっちゃかだったということだぜ。この長教の乱に乗じて相模に勢力を広げたのがいわゆる北条早雲だぜ。なんだろう、知っている名前が出てくるだけで自宅のような安心感。歴史上、北条早雲という名前の人物は存在しないがな。いわゆる戦国大名北条氏が北条を名乗るのは2代目の氏綱以降で初代は伊勢新九郎、伊勢森時、伊勢総随、早雲庵総随などと呼ばれる人物だぜ。早雲の時代は伊勢さんだったんだね。伊勢氏は室町幕府万所執事、現代で言えば財務大臣と官房長官を合わせたようなポジションの超名門だからな。簡単には名字を捨てられないだろうな。意外といいとこの出身だったんだ。早雲は当初は親族の今川氏の武将として扇ヶ谷津上杉氏を支援。しかし、長教の乱の終盤から今川氏を離れ独自に活動するようになり、扇ヶ谷津上杉氏の領国だった相模を乗っ取ってしまう。勢力を拡大する伊勢氏を山内上杉氏や扇ヶ谷津上杉氏など関東旧来の勢力は他国の逆と、よそ者の侵略者と非難するんだ。関東の人たちから見たら侵略者には違いないものね。そこで二代目氏綱は執権として鎌倉に君臨した北条氏の名字を勝手に拝借し、いえいえ自分は北条氏ですから、よそ者じゃないですということにしたんだ。そんなんで騙されるわけないでしょ。こうして氏綱は関東管領に就任するんだぜ。ちょろ。まあ、実際にはかなりな力技で関東管領の座をもぎ取るんだ。しかし、本来の関東管領山内上杉氏が黙っているわけがない。山内上杉氏扇ヶ谷津上杉氏を中心とする連合と北条氏による関東の覇権をかけた戦いが始まる。ついに役者が揃ったね。
こうして1546年、川越野戦に至るんだ。川越野戦の敗北によって扇ヶ谷上杉氏は滅亡、山の内上杉氏は関東での影響力を著しく低下させ、最終的には越後に亡命、小学坊は北条氏に逆らうことができなくなってしまったんだ。散々な結果ね。逆に北条氏は関東の支配者としての地位を確かなものにしたんだぜ。ゲームでおなじみの時代になる前から関東は混沌としていたんだね。こんなの、まだ混沌の触りにもなっていないけどな。そうなると、混沌というかもう底なし沼だね。それが関東戦国史だぜ。少しでも興味を持ってもらって、なんとなくでいいから分かったような気持ちになってもらえたら幸いだぜ。大丈夫。私は最初から理解することを諦めているから。それはそれで問題だな。